じゃあ私はこれで。すみません、お先に失礼しますね。よ、見ろよあれ。大丈夫か。ええ、お待たせしてしまって。今店を出た。車はまだか。急な追いつけだったもんでな。お嬢様の具合は？問題ない、そっちがすぐに来れば。了解、あと5分くれ。少し車を待つ。ごめんなさい、やっぱり気分が。時間がかかりそうならタクシーを。わかった、通りまで行ってみよう。飲みすぎちゃったみたいで。祖父には内緒にしてくれます？余計なことは言わない。ねえ、大丈夫？よかったら俺らが女の子を送ってくよ。いいんだ、間に合ってる。うちすぐそこなんだ、タワマンの30階。おいでよ、みんなで解放してあげっからさ。おい、おさむくんが親切で言ってくれてんのに無視かよ。どうも、僕がおさむくんでーす。どけ、俺一人でよけりゃ後で好きなだけ付き合ってやる。何舐めた口聞いてんだ、おっさん。トラブル発生、車はまだか。到着まで3分、何があった？後で話す。少し休んでるといい。あの、大丈夫なんですか？俺らはこんな時のために呼ばれてる。どっかいいとこのお嬢様なのかな。大丈夫、うちの親もね、聞いたら絶対知ってる会社の社長。いいの、俺らに手出したらただじゃ済まないよ。お前らも今回り右すりゃ無事に帰れる。さもなきゃこれから起きることは全部お前らの選んだ結果だ。おさむくん、こいつやる気だよ。まあおじさんはお仕事でやってんだろうしな。それにさ、恋ってのは障害があるほど燃えるもんだ。さあお嬢様にいいとこ見せちゃおうぜ。
よせ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 、俺の車！はあ、マジかよ。お前、誰に手出したか分かってんのか？ただじゃ済まねえぞ。案外優しいんだな。はあ？自分がこれからどんな目に遭うかより俺を心配してくれんのか。いや、ちょっと待ってください。思い出しました。あなた、マルヒナの社長の息子さんですよね。マルヒナって、あの有名な商社か。どうしてそれを。去年、祖父の誕生パーティーに来てくれましたよね、お父様と一緒に。え、もしかしてあなた、荻窪幹事長のお孫さん。ええ。これはとんでもないこと、申し訳ございません。今夜は留学先の中東の友人が日本に遊びに来ていたので、初めて六本木に来てみたのですが、あなたたちもよく遊びにいらっしゃるの？いや、僕らもたまたまです。本当に何とお詫びをしてよいか。いいえ、私もこんなに酔ってしまって。お互い今夜のことは忘れませんか？もちろん。私は今夜何も見ていませんし、誰とも会ってません。私どものことも幹事長にはご内密にしていただけますか？ええ。ありがとうございます。本当にすみませんでした。よかったのか、あんなやつ見逃して。気にしないで。そんなことより、今はもっと大事なことが。ん？お願いだから早くどこかで私を休ませて。おい、車どうなってる？いつまでかかってんだ？もうすぐ、あと3分。さっきも3分って言ってたじゃねえか。気持ち悪い。The man till you beat the master. You got the plan, then we get the action. I got the answers to what you're asking, but can you handle a hand to hand? If you're not advancing, there's no advantages. It bring madness, syncing up with the savages. With bad habits by the way of the dragon, a fight within, get ignited from real passion. The ties within, heavy wind, I've been traveling. Now you know me as somebody that you never knew a face. She ain't never seen a ghost of my old truth burning through the pages of my soul, leaving no proof. Only ashes whisper for the memory of my past, but it's no use. And if I got a second chance, I had no clue. I'm in the shadows hiding where I'm supposed to. And you probably wouldn't believe it if I told you. The only way you gonna see it if one I showed you. Walking alone, lost in land, running from home.
One chance, right or wrong, no one understands you. 間違っているかどうかが道しるべとなっていた頃の空はどんな色。涙で流れること諦めたような悲しみさえ終えずにもなることを拒んだあの時の叫びさえ僕を殺すこともできず今日も物と生かすの気出すことなく注がれるこのガスを報われるかどうかで選ぶ選択肢変わるわけない、あるはずないだろう、バカ見るかどうかは俺次第。任務ご苦労様でした。ただその後がよくありません。おつまみとはいえもう少し野菜は取らないと。いつでも俺を監視してるってわけか。迎えをよこさなくとってもう戻るつもりだった。そうでしょうね。もちろん疑ってなどいません。この車は禁煙ですので。さっきの店でもっと吸っときゃよかったな、シャバの空気を。お前は極道の世界に仇を巻き込む下道だ。仕事で不甲斐、女とガリを殺せ、撃ち殺せ。見えるか、桐生一馬君。つい今しがた大道寺稔先生が亡くなられたと知らせがあってな。誰だあんたは。私は政治家としてのイロハを全て大道寺先生に教えられたものだ。口封じの賄賂ってことか。いろいろ調べさせてもらったよ。養護施設のことを気にかけているんだって。それを気持ちよく受け取って全ての秘密を守るという意思、それさえ示してくれればいいんだ。全てを秘密にしたいのなら俺の条件を飲め。なんだと。自分が何を言ってるのか分かっているのか。なめるなよ。命が惜しくないのか。
場合によってはお前が大事にしている人間も巻き添えになるぞ。やってみろ。いろいろ調べたんだろ。俺を本気で怒らせたらどうなるか試してみるか。なら貴様が秘密を守るという保証はどうしてくれる。死んでやるよ。何？あんたの力でこの病院で発行した死亡届を作ってくれ。そうしたら俺は一生消え続けてやる。